タイトパッシブは、ポーカーでのプレイスタイルの一つです。日本語できつい、ぴったりした、管理が厳しいという意味で、パッシブは受け身の、消極的なという意味です。厳しく自分の手札を管理しつつ、消極的にプレイする、つまりタイトパッシブなプレイヤーは、ゲームを降りることが多く、チャンスが来ても積極的にチップをかけないプレイヤーのことです。海外では、このスタイルのプレイヤーのことを、オールドマンコーヒーと呼んだりします。カフェでコーヒーを飲みながらポーカーをしているお年寄りという意味です。また、ロックとも呼ばれます。日本語だと岩ですね。動きません。このプレイスタイルだと、ポットの額が増えにくいので、勝ったとしても得られるチップが少ないです。一方、強い役ができたとき、強気の相手から多くのチップを奪える可能性があります。では実際にタイトパッシブ、ゲームの中で見ていきましょう。タイトパッシブなプレイやっていきましょう。さあ、2ターン目。5が揃いました、1ペアです。チップをかけていいところですが、あえてチェック、消極的なプレイをしていきます。相手のベッドに対してはコール。さあ、2ペアが揃いました。ここは通常チップをかけるとこですが、あえてチェックを選びます。消極的なプレイでいきます。これがタイトパッシブだ。さあ、相手のベッドに対して考えるふりをします。ああ、どうしよう。コールドしようかな。ゲームから降りるか。でもここは頑張ってコールをしました。さあ、相手を罠にはめます。ここもあえてチェックです。さあ、相手がベッドしてきました。最後は、ちょっとチップを獲得していきたいので、オールインで攻めさせてもらいました。2ペア相手ハイカード。ギャンブラー光の勝ちです。